なんとかやってこれたなっていう感じですけどね。コツがあるかどうかちょっとわからないですけども、多分まあ自分なりのそのリズム感みたいなものがあってきっと、でそれに沿って多分やってるんだと思うんですけども、歌詞はやっぱり伝わるように歌うのが一番大事かなとは思いますね。初期の頃はかなりフラストレーションあったんですけど、アルバムで言うと、ブレイクスルーっていうアルバムが3枚目に出てたんですけども、ビーズのあの辺りからなんか少しこう、楽しいなと思えるようになったというか、稲葉の歌詞はまあ稲葉が書くものですけど、皆さんはそれぞれ多分歌詞を書こうと思えば誰でも書けると思いますね、私は。はい、正直言うとね、その納得するまあ形でリリースしてるんですけども、それをまあ形にして歌ってコンサートやったりしていくことで、納得するというか自分でも認められるというか、その作品をっていう、だからまあその自分一人じゃなくて、その聞いてくれる人がいて、なんか完成形っていうふうに認められているような感じで来てると思いますね、多分。